はようございます、トリケンです。いや今日はいい天気。昨日の雨模様と打って変わって、しかもめっちゃ天気いいから暑いと思いきや、やっぱりちょっと肌寒いね。まあ、これぞサンフランシスコって感じだけど。さあ、じゃあ、今日はね、ちょっとこれから、会社行く前に寄るところがあって、なのでいつもより長めの行き通り散歩。あ、なんかうるさいな、危ねコーナー攻めすぎた、コーナー攻めすぎて速攻に落ちそうになった。わあ、いい天気だ今日は。気持ちでもなんか今週雨があるみたいで、なんか明日だか明後日だか、なんか週2日か3日ぐらいなんか曇り時々雨みたいなマークになってて、珍しい気がするけど、昨日の感じだと本当に雨降るから、久々にそしたらドリードライブ発動かな。しかしね、これね、温度感どのくらい伝わるかわかんないですけど、結構室内の方が暖かいかな。日差しが強いから、家の中結構暑くて、これは T シャツ1枚モードかなと思ったんだけど、意外と外出てみるとね、風がツーンと冷たい感じなんで、これだとね、今パーカー1個着てるけど、まあこれでもちょっと肌寒いぐらいの感覚はありますね。でもって相変わらず道は悪いけど、そう、昨日のドリ散歩久々でしたが、どうでしたかね、どうでしたか。あ、すごい、ゴールデンゲート、あ、またピー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 言ってんな。ゴールデンじゃない、ベイブリッジがえらい曇ってる。なんかあれ、何、火事見えたかな。なんか妙に橋にもやがかかってたけど、なんでここら辺は相変わらず湿ってるんだっていう、このスプリンクラーがひどいね。あら、なんか撮影してますよ、撮影的な何かをしてますね。ここで結構気合の入った、でも学生のように見えるけど、あれ、なんか授業かな、学校の授業的な感じに見える。でも結構な本格的な映像装備持ってた気がするけど。そうでね、昨日のドリ散歩が、昨日のドリ散歩、色的にっていうか映像的にかなり自分の中ではイケてる気がしてるんですが、どうでしょう、コメントをいただければと思うんです。変更点というか、何がイケてるかっつうと、どこまでをブーステッドボードで行けばいいんだろうな。からくれですよ、からくれ。からくれのね、ちょっといろいろ試行錯誤したんだけど、まあ本当はドリ散歩を完全にダヴィンチリゾルブで編集してみるっていうのを一回やってみようかなと思って、やりたくて。でね、ダヴィンチリゾルブにプルーラライズ的な機能がちゃんとあって、まあプレミアにもあるんですけど、その別撮りした音声と映像を選んで、オーディオファイルでマッチっていうのをやると、それでカメラの音声を別撮りの、しかもね、ダヴィンチリゾルブのその機能ね、すごいいいかもしれない。基本的にはメディア管理する画面で、オーディオと、
対象となる動画ファイルを選んで、でなんか音声マッチとかやると自動でね認識してくれるだけじゃなくて、その動画の音声情報というか音声トラックを、勝手にその別撮りの例えば僕の場合ピンマイクの音源に差し替えてくれるんで、もうタイムライン上にボンって乗っけた時にすでにその波形が合成されてる。もうなんかすごいとこ子犬が出てきた。危ないぞあいつ引かれるぞ。あの合成されてる状態なんで非常に扱いやすいですね。あのいちいちあのもう差し替える必要もないから、自分でトラックを。でそれは便利なんですけど、いやその機能があるから、もしかしてプルーラルアイズいらないとか思っちゃって、あのもうこのまんま、ダヴィンチリゾルブだけでドリ散歩完結しちゃうんじゃないかと一瞬思ったんだけど、さすがにね、プルーラルアイズもまあ同じですね、プレミアもそうだけど、あのまずなんか複数選んで複数ビデオトラックと、長回ししたピンマイクの音源選んで、変換っていうのはできるはできるんだけど、なんだろうな、普通に精度がほらほら、ゴールデンゲートブリッジがなんかやばくないですか、奥の方見えない。なんかしかもなんかすごい火事の煙みたいな感じの、そのガスってる感じよりも灰色の煙に覆われてんだけど大丈夫かな、何かあったの。煙さはないけど怪しいな。そうそう、それで、まあそれでできるんだけど、まあやっぱ精度の問題かな。少なくともなんか全然当たらなくて、なんか当たるクリップもあるんだけど当たらないクリップもあって、で個別で単体でもやったんだけどあんまり精度に差がなくて、やっぱプルーラライズはね、何せあの異常な変換精度の高さというか、マッチング精度の高さっていうか、もうほとんど無音の状態とか作らないできちんと音を入れとけばもう確実にトラック作ってくれるから、あれはねやばい、すごすぎですよね。なんでちょっと結局そこを手動で同期するには手間かかりすぎるしとか、まあいろいろね、時間、昨日 Z サイドを撮ってたりもしてたから、時間の関係上もあって、まあ、ダヴィンチでやりきるのはちょっと諦めて、で一回、まあ、いつも通りプルーラルアイズで、別撮りと映像を合成した、プレミアのプロジェクトを使ったんですけど、ただミソは、もう一個ねダヴィンチリゾルブで機能を見つけたのが、ダヴィンチリゾルブでカラグレで現像するでしょ、一回取り込みは取り込んで現像はしたんですよ、カラグレので、そこで作ったカラグレのプロファイルというか、ラットファイルって言うんですけど、 LUT と書いてラットファイルって言うんですけど、ラットファイルを書き出せんですよ、あの汎用フォーマットとして、ダヴィンチリゾルブは。でそれを使ってアドビプレミア側でラット読み込み機能で、アドビプレミアのルメントリーカラーだけ、なんかそのようなそのカラーグレードの機能のところでそのラットのインポートっていうのができるんで、それ読み込みしてダヴィンチリゾルブので作ったやつを読み込んだら、あれまあ基本レンダリングの性能どのくらい下がるのか分かんないですけど、まあ基本的には全く同じ映像をプレミア側で再現できるわけでしょ。だからカラグレだけ僕みたいに個別のクリップごとに細かくカラーをチューニングするっていうよりは、単純にどっかで左に入んないといけない、単純になんかバッテリーが大丈夫かな、単純になんか今日電源抜けてたんですよね、満充電されてるはずなんだけどなんかちょっと弱ってる気がする。
のね、単純にそのカメラ単位で、例えば GoPro はこの色とか、なんかその RX100 はこの色とか、もうカメラ単位でがっつりあのざっくりからくれするような感じだったら、もう GoPro の気に入ったこう一個映像を取り込んじゃって、でそこでカラグレで作ってある程度気に入った色が出たら、それを LUT で RAD ファイルで書き出して、でプレミアで適用しちゃった方が楽かもしれない。っていうかそこまでを完全無料でできちゃうダヴィンチリゾルブって何なのっていう、もう完全にあれは世の中にカラーグレーディングという機能を普及させるためのボランティアとしてもうなんか提供されてるとしか思えなくて、なんつう太っ腹なんでしょうっていう、もうブラックマジックさまさまなんだけど、だからその機能を使っちゃえば、これなんかポチッと押す信号のやつないんだけど大丈夫かな、簡易カラグレ機能として、でもなんだろうね、これはなんかいろんな本でもプロの人も言ってるんだけど、なんかね、プレミアも今時すごいカラグレ機能充実してて、いろいろ同じようなパラメーターもあっていじれるはずなんだけど、なんかダヴィンチリゾルブの方がいい色が作れる気がするのは、なんかノウハウがあんのかな、すげえ不思議。これなんで中途半端にここだけ赤信号、さっきまであっち赤だったの青だったのがすごい気になってたんだけど、どういう信号設定バグってんの、青になった。なんかそこにこの秘伝のブラックマジックの秘伝があるのかな。なんかね、だから本当カラグレする人は、簡易カラグレする人は一旦こう自分のカメラの、自分のお気に入りのラットを、ブラックマジックっていうか、ダヴィンチリゾルブで作って、でそれをプレミアで読み込むっていうのはありかもしれない。やっぱ編集性能というか機能はダントツでプレミアの方が充実してるんで、まあ慣れもあるんだけど充実してるんで、なんかその使い分けをするのはすごいいい気がしますね。なんか新たなスキルを一個手にしたような気がする。あれでカメラ単位の自分のお気に入りラットを作るっていうのをやれば、結構それで目的地を確認、それでいける気がするんですよね。で昨日はだからそれで、カラグレはダヴィンチリゾルブでやったやつを、GoPro Hero 6のプロチューンのフラットで撮ったから、GoPro カラーじゃなくてフラットで撮ったやつにラット当てたんで、まあかなり、コントラストは高くて、色も気に入った色が、特に青空の時に相当綺麗な色が出せたんじゃないかなと、ちょっと自己満ですね。これをここまで来てこっからの行き方がわからんぞ。おすげえ、ヘルメットして、サングラスが黒状態になってるけど全然問題なく見れるっていう。このストリートは、ここをこのまま行けばいいの、ね、なんか工事がこれもすごいのね。ということでね、まあプレミアだけで同じこともできるんだけど、まあ一旦なんとなくダヴィンチリゾルブを使ってみたい人にはおすすめな機能な気がしますね。LUT ファイルのレンダリングのあれもあるのかな。もしかしたらさらにやっぱりこうレンダリングの性能差もアプリによってあったりもするのかもしれないけどね。本当はダヴィンチだけで完結するっていうのも一回やってみたいんだけど、なんかね、
まあ、プレミアどう考えても機能性能高いし、総合的な使いやすさは、まあ、別にこれ僕が Adobe Insider だから必死にお世辞言ってるとかそういうのは全然なくて、まあ、どちらかというと慣れてるからっていうその使い慣れの問題はあるんだけど、まあ、それ差し引いても、まあ、どう見ても、総合機能としてはプレミア完成度高いし、何せ他の Adobe 製品の連携とかはもう絶対的な強さだから、昨日も言ったと思うんですけど、まあ、プレミアいいんだけど、ただダビンチリゾルブにはね、なんかその単体で完結している美しさというかシンプルさみたいなのもあって、何せアプリ1個で基本全部できるんで、なんか心理的にはね、なんかこう軽いんですよね。で、なんかそのラップトップとかでもこっちだったら編集してもいいかなみたいな、こうなんだろうね、もう本当に心理戦かもしれないけど、まあ、これはこれでこうなんシンプルな感じがあるので、少ないし使っては見たいんですけど、これはどう難しいな、自転車ルートがないから行き方がむずい、なのでね、まあいろいろこう使い分けを検討はしてるんだけど、まあでもやっぱプルーラルアイズがね、プルーラルアイズで書き出したプレミアのプロジェクトをダビンチリゾルブはプレミアのプロジェクト読み込む機能はあるんだけど、なんとなくタイムライン読み込めるんだけど、実際のデータファイルが音声とか映像のファイルが見つかんないとか言われちゃって、なんかうまく取り込めなかったんで、もうちょっと研究すれば、なんかいろいろやっぱりダヴィンチとプレミアをうまく連携して編集してる人たちはかなりいて、ググるといっぱい情報出てくるんで、まあ同じような情報はあると思うんですけど、まだそこは要修行っていう感じですね。いろいろ面白いですね、新しいツールが使えるようになると。だ最後のレンダリングがね、どうもなんとなく気持ち、全然根拠ないけど気分の問題だけど、ダヴィンチでやる方がいいような気もするんで、最後ダヴィンチに持っていくっていうワークフローをちょっと研究したいんですけど、まあ何せちょっとからぐれそんなことやりながら、研究したんで、またその結果とか感想などはお知らせいただけると嬉しいです。ということでちょっと一旦止めます。さあ、じゃあオフィスに行かねばならないけど、どうやって戻ろうか、そしてランチを食べるべきか悩ましいな。なんかここら辺にラーメン屋なかったっけな、なんか確かラーメン屋がなんとかラーメンあった気がしたけど、ホワイディのコーヒーでしょ、お歯医者さん、すごいね、デンタルスパとか言ってた、スパなのか、あ、俺歯医者に予約しなきゃいけなかったんだ、思い出した、やめやめ、今絶賛時差ボケタイムに、まあでも日本は朝の5時だからな、なんでこの日本でもアメリカでもなんか別にどうでもいいような時間っていうか、不思議な時間にえらい眠くなるっていう、今回の時差ボケほんときついわ、なんだろう、制御不能あれかな、東京エクスプレス違うな、なんかラーメン屋さんがあった気がしたんだけどな。どこか、でもまだなんかそんなにお腹空いてない気もするな、後にするか、一旦オフィス行くか。うわ、東京エクスプレス怪しい、なんだこれ、ウプス、これは怪しい、
ないね。いやしかしね、今ね、あの比較的アップルストアの近くまで来たから、あのいやこれね本当にね、今問題はですね、あのビーツスタジオワイヤレスですよ、ビーツスタジオワイヤレス3あれさっていうか、あの手話のさ SE846 使い始めちゃったらさ、あのそれ以外のヘッドホンイヤホン系がこうなんかこう壊滅するっていう、あの破壊力やばいわ、どうしようって感じ。なんかあのね、ビーツスタジオもすげえ気に入ってるんだけど、あの音聞いちゃうとなんかもうずっとあれで聞きたいみたいな感じになっちゃって、あれはやばいわ本当に。なんか全ての他のものを色あせさせる効果がでかすぎて、ちょっと一瞬返品しようかなって思ったんだけど、14日間超えてたから、無理でした。まあでもそのまああの使い勝手の良さはね、いいんで、まああれだけどね、でも結構あれだって高いんだけど、そう考えるとやっぱ手話のやつイニシャル値段こうズカンとくるけど、トータルコスパ高いんじゃないかな、まああれが長く使えればね、そんな気がしてきたよな。本当にね、なんかあのもうなんかあらゆる音は手話のやつで聞きたい気分に今はなってる。ただまあもちろんね、音源選ぶからね、しょぼい音源をまああれで聞いても本当に音が悪くにしか聞こえないっていう意味ではあれなんだけどね、だ装着感がねいいんすよ。何せさらにあの装着のしづらさは半端じゃないんだけど、あのでももうだいぶ慣れました。あれは完全慣れです。あの最初ちょっと装着するのに手間取るけど、まだ時間はねちょっとかかるけど、装着しちゃった後の装着感が半端じゃなくて、もう完全にあのそのなんかサウンドルームに、なんか自分だけがワープしたみたいになるから、ちょっとあの心地よさがね、昨日もなんか夜ずっとなんかあんまりそういうことしないんだけど、もうひたすらiPad にそのアポジーの、サウンドインターフェースつけて、でそれ経由で手話で音を聞くっていう、なんかすごいよね、ある意味完璧な環境だよね。あのサウンドインターフェースも性能いいから、なんか一人ハイレゾオーディオ環境で、まあ聞いてるのは iTunes の曲なんで、あれ音源的にどうなんだろう、ハイレゾ音源じゃないと思うんだけど、ハイレゾ対応今時してんのかな。でも iTunes でチェックしたら 192K とか、あでもあれは単にオーディオ出力の周波数が選べるだけで、元の音源は別にそこまでこう音質になってるのかな。今時でも iTunes もものによっては良さそうだけどな。いやヘッドホン恐るべしですよすごいね、このアメ車。さあじゃあ一旦これでオフィスに戻って、ここはまた穴が怖いわ。あとなんだっけね、あ iPhone X ね。いや iPhone X はなんかもうこの iPhone X を手にしたものにしか言えない
発言力が相変わらずありますけど、今の僕には言えます。 iPhone X 最高です。最高ですっていうか、 iPhone X はなんだろう、一個問題があるよな。手話のヘッドホンにしても iPhone X にしてもちょっと両方問題があって、結構ね、なんか良さが、意外と良さが分かりやすいのかな。何が言いたいかってね、うちの福さんがね、どっちも欲しいって言い出して、いや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 と思って、あれ2個ずつ買ったら大変なことになるからって言って今なだめてるんだけど、まあ、特に iPhone X に関してはやっぱりサイズ感と、あとタッチ ID がないっていうこと、まだアップルなんだかんだね、マーケティングなのか、こうあそこら辺はやっぱりよくできてるんだろうな。やっぱりそう言われてみたら、うちの奥さんタッチ ID すごい嫌いがってるっていうか、なんかあんまり認識率が悪いらしくて、昔からなんか指紋が薄いからダメだとか言ってたんだけど、なんかあれはこうイライラするデバイスだったらしいんだけど、タッチ ID がないっていうことにすごい、フェイス ID になったことがなんかね、思った以上に、なんだろう、心を魅力的に見えるみたいで、でもこれ意外とあるなと思って、僕ら結局なんだかんだ言っても機械側にこうちょっとやっぱガジェット好きで、しかもある程度こうテクニカルね、内容をこう理解する我々は、なんだかんだ大なり小なり、まあ僕みたいな程度でなくてしても結局機械側に寄せていくっていう、トラック怖えな、機械側に寄せていくっていう、まあ感覚がね、どのくらい意識してるかしないかは別にしてあると思うんですけど、まあそういうのがうちの奥さんには全くないから、タッチ ID とかにしても、そのなんだかんだね、そのタッチ ID が認識しやすいタッチの仕方とかやってると思うんですけど、そういうのをね絶対やらないから、やっぱいつまでたっても認識率が悪いみたいなことが起きて、そう考えるとなんかフェイス ID とかの方が、フェイス ID 多分認識率ね、タッチ ID より よく感じるんじゃないかな。まあいいや、この話はまた後半で、覚えてたらやります。あ、やばい、もしかして、おお、やばいやばい、もらったライト今日も忘れてるし、ちょっと皆さんにライティングをいろいろもらったはずなのに、このもうこんなに早く暗くなるっていうこと自体を忘れてるから、なんかねよろしくない。とりあえずこれを腕に、あぶね、これをピカピカさせながらなんとかしのぐけど、早いな、ちょっと暗くなるのが予想以上に早かった。今日は大丈夫だと思ってたんだけどな。ちょっと気をつけ、いやなんかもう朝絶対覚えてないから、ちょっと帰ったらすぐライトを装備しとかないと忘れちゃうな。いかんいかん、まだでもギリ、なんかすごい、あ、そうか、あれか、サマータイムが終わったから余計にあれなんですね、暗くなるのが早くなって感じるのか。しかし渋滞も相変わらずなんかやばいことになってんな。これはなんか歩こう、車でこの前の車がブロックしちゃってて、殺伐感で出てるから、むしろあの前のブロックが、車がブロック、声してくれたおかげで。しかしね、昨日の鳥散歩見ていただいても、すげえ GoPro
あのね、今のところ本当にね、申し訳ないけど、僕の RX100M5 のポテンシャルを全く引き出せてなくて、どう見ても GoPro の方が、性能いいカメラに、おー危ね、実際あのマイクアダプターハックして DJI のマイクつけちゃったら、マイク問題もあっちの方がね、ウィンドウノイズとか完全にしのげるし結構いいんですよね。だから確かにちょっと結構な GoPro マイク、 GoPro Hero 6、最強 4K カメラセットアップ感はあるんだけど、それにしてもちょっと RX100 の、をね、このまま RX100 が汚名を挽回できないまんまだとさすがに申し訳ないんで、ちょっともうちょっとね RX100 の凄さを皆さんに見ていただけるように頑張りたいとは思ってるんだけど、本当 GoPro Hero 6はいいカメラですよ。これちょっとなんだろう、いろいろバランスがいいんですよね、出来の。だってほとんど設定もね、ほとんどできないっていうところも結果的にやっぱりいいですよね。なんかやれること少ない分、なんか限定してできるんで、その中で十分まさかのここで止まるっていう、ひどすぎる。もうみんなの交通ルールが破綻している。街の交通ルールが、いやちょっとね、 GoPro を、プロチューンフラットで撮って、ダヴィンチリゾルブでカラグレしてプレミアで編集するっていう、このかなりワークフローとして一見複雑だけど、まあでも一回ね環境作っちゃえば、ある程度ドリ散歩みたいな作り方だと使い回しでいけるから、もう今日とかはすごい早いと思うんですよね。またほぼゼロ編集タイムで、いやー間に合わなかったか、ドリ散歩作れちゃうと思うんで、こいつ何の音沙汰もなく動き始めたぞ、この電車が。ここ狭くない？歩道、待ち合いがえらい、こっち側に車も走って、今車と、おー、この距離の短さ怖いわ、これこの距離で待ってる割に反対側も車がビュンビュン通ってるっていう、ここで止まるの最悪。そうだからね、いやー何の話してたっけ今この電車にはっと車に挟まれたショックで会話を忘れてしまいましたが、あ、そう、ドリ散歩だからね、今日はもうテンプレで行こうかな。ちなみに昨日のドリ散歩を本当に一応僕の中では過去最高画質ドリ散歩、まあ、安定感を含めて過去最高いけたんじゃないかと思ってるんだけど、書き出し設定もね、H265 のダニエルの H265 をビットレート 40Mbps でやったから、40Mbps って基本的にその Google 推奨する 4K の、まあ、推奨ビットレートの、なんですよね、まあ、40Mbps 相当でかいですけど、で、まあ、40Mbps、まあ、それぐらいまですると YouTube 的には一番画質が、まあ、それ以上逆に言うと上げても、まあ、意味ないよと言われていて、一応受け付けてはくれると思うんだけど、多分サーバー上で再エンコードするときに、40メガぐらいの画像に落とされちゃうんで、まあ、あんま意味ないんですけど、
まあ、それは一応公式には H.264 の動画でフォーマットした時に 40Mbps まで受け付けますよっていう設定なんだけど、で、H.265 は、もう皆さんよくご存知だと思いますけど、基本的にはビットレート半分で H.264 相当の画質が維持できると。だからデータ量半分にして同じ画質っていうのが、まあ、正しいコーデックの強みなんですけど、昨日はねあえて H.265 を、だからちょっと前までは H.265 で上げ始めた時にビットレート半分にして上げたんですよ。そうするとなんかデータ転送量も半分になるし、ファイルサイズも半分になるし、まあエコだよねっていう話で半分してたんだけど、昨日の鳥散歩はあまりにもなんかカラグレが気持ちよくいけたんで、これはもうほんとマックス画質に行きたいと思って H.265 で書き出しつつ、ビットレート 40Mbps にしてみたんですよ。それが本当に YouTube 的に、許容してくれるのか、まあ結果的に H.264 の 40Mbps に、再エンコードはされちゃうと思うの、されちゃうので、まあ、どのくらい意味があるのか分かんないけど、でも再エンコードするときにさ、今自分で言ってても思ったんですけど、再エンコードするときにも元映像が綺麗な方が、再エンコードの結果は良くなるはずなんで、実はもうちょっと高いビットレートで上げてもいいのかな、どうなんだろう。でもまあ再エンコード時間が伸びるからとかあんのかな。まあともあれ H.265 の 40Mbps で上げてみたんだけど、どうだろう、画質変わったかな。手元のね、ローカル画質はやっぱりね、さらに綺麗なんですよね。やっぱブロックノイズの乗り方とかも再エンコードされてないから、本当に GoPro の、鳥散歩を、エンコードほやほやのローカルで見た時とかは全くブロックノイズとか乗ってないから超感動なんだけど、どうしても YouTube に上げちゃうとそこで乗る可能性があるんで、まあ、あと寝かしがね、あれさ、絶対気のせいじゃないと思うんだけど、絶対 4K 画質が 4K で OK になるじゃないですか。1回 YouTube 上げて最初 320p かなんかで映像が見えるようになって、そこから徐々に720が見えたり、まああれ320から1080になっ直接になったり、あれ順番に下からエンコードしてるわけではなさそうで、まあ、いろんな解像度がこうなんか有効になってって、で最終的に 4K がさ、一番最後に、まあ、4K が一番最後に有効になるのはまあ大体いつものことって感じなんだけど、4K が有効になるけど、やっぱりね、なんかこれなんとか検証したいんだけど、 4K 有効になった直後の 4K 映像と、なんかさらに1日寝かした後の 4K 映像、画質違う気がするんだよな。でもなんとなくあまり根拠ないんだけど、 なんかそのだからってただ寝かせばいいわけじゃなくて、なんか 4K で公開しました、でまあユーザー皆さん、こうリスナーさんがある程度再生してくれましたってなって、もう再エンコードしてるのかどうかは知らないけど、まあ、ある程度その言いたいのは、ただ単にずっと寝かしてちゃダメで、一回 4K でも何でもいいから公開して、再生さ、みんなが再生した後になんか画質が上がってるような気がするんだけど、あれかな、あれ単にデータの問題じゃなくて CDN にあれかな、データが充填されて、最初のうちはあれかね、ネットワークから来るデータが最適化されてないんだけど、みんながアクセスしていろんな CDN にデータが行き渡って、動画のストリームが安定するから綺麗なのかな。なんかそっちの線の方が有効な気がしてきたな。自分で話しててだんだん解析されてきたけど、そっちの線が濃厚な気がしてきたな。あれ再エンコードしてるっていうよりはネットワークのあれかね、トラフィックの安定感なのかな。
まあ、トムはね、なんかその 4K が公開された直後よりもなんか少し、さらにそこからまた公開状態で寝かすと画質が良くなる気がするんだけど、これなんか皆さん誰か詳しい人いないかな、ちゃんと検証したいな、いつかこの検証してみたいけど、どうやってするのが一番いいかな。あの YouTube のデータを引っこ抜くのがいいのかな。でもあれもなんかいまいち怪しいもんな。ちょっとそこね、でもほら YouTube も最近クライアントによってクライアントのデバッグ機能みたいな感じでかなりなんかナード用みたいなオタク用機能みたいな感じで、 Android TV とかでもあの TV インターフェースなのになんかフィーチャー for ナードみたいな感じで、その今なんかビットレートがどのくらいだとか解像度どのくらいだみたいな超詳細情報をあのテレビの画面上に出してくれる UI とかあるから、ああいうので見たらあそこら辺をもうちょっとじっくりと検証してみればいいのかな。まあともあれ、ちょっとあの時差ボケで本当に話がまとまってない気がしますが、本日もお付き合いいただきありがとうございました。頑張ります何を